何やってんの。いや今日もあのマサさん、あの今日撮影があるっていうふうにちょっとご連絡いただきました。我々、あ、俺の買い物情報また聞きつけちゃった。そうなんですよ。ああ、ちょっと買い物をね、ちょっと今日しようと思ってね、ちょっとバイク止めるわ。バイクもかっこよく乗るにはファッションも大事だから、バイクって言ったら何よ渋谷。バイクのファッションよ、ファッション。ファッションっすか。うん、革ジャンでしょ。なるほど、革ジャンよ、革ジャン。革ジャンかっこいいわけよ、うん、でも俺この今日も革ジャンなんだけど、やっぱ俺のねバイクに合うにはね、やっぱ黒の革ジャンじゃねえか。あれ、まず黒はじゃあお持ちじゃなかったんでしょ。いや持ってるよ、はい、いや持ってんだけど、やっぱバイクに合うのはね、なんかもうちょいねタイトサイズなね、こうやっぱりねバイク硬質になるから伸びないといけないわけよ、まあ、なんかいろいろあるわけよ、そういうの全てを兼ね備えた革ジャンがここに売ってるのよ。こちらの店舗ですね。ああ、そう、ここ、とりあえず行ってみよう。この店舗にあるわけよ。じゃあ、こんにちは。またいましたよ。見覚えあるでしょ。川越の、そうだよ、川越してバイクで、そう、バックラッシュの片山さん。片山です、どうも。片山さんのお店だから、ライダースといえば、もうバックラッシュだから、バイカーのライダースといえば。なるほど、じゃあ、今、片山さんが着てらっしゃるような、かっこいい子。そう、あ、いや、もうね、この間、実は片山さんと雅俊さんと、ね、春さんとツーリング行ったのよ、実は、納車の後に。そうだったんですね。みんな黒い革ジャン着ててさ、かっこいいんだよ。もう欲しくなっちゃって、俺もやっぱ黒の革ジャン着かなきゃダメだなと思って。ハリウッドセレブも着ちゃうらしいよ。へえ、そうなんですか、ね。そうらしいよ。芸能界も結構ファンも多いみたいよ。ミュージシャンの方とか、いろんな方が着てる。あの片山さんデザイナーだから、この。まあ革の方からオリジナルで作ってやってます。バックラッシュのショー出てんだよ。あ、そうなんですね、はい、そう、その時これ着て出たの。あ、そうです、バックラッシュのショー。へぇ、ちょっとトップバッターで、トップバッターで、トップバッターで。今着てるのはバックラッシュだったんですか。バックラッシュ、かっこいい。そう、どんなに伸びても着れないんだ。やばい。いや、前ね、俺昔よくあのハイブランドの革ジャン着てたんだけど、結構タイトめで昔着てたから、車の運転するとさ、よくここの隙間がさ、ベキベキベキってさ切れちゃったりしたわけ。でもそんなの、そうですね、10センチぐらい縮めてるんですよ、顔。あの下地で作って、あの近づけ形作って、そこから製品で染めてるんで、その時に縮むんですね、うん、っていうことは結構伸びてくるっていう感じなんで、だから自分の体型に合ってくるっていうのがうちの革の特徴。あ、じゃあ10センチ、最大10センチくらい伸びるってことですね。まあ、10センチまでいかないんですけど、まあ、まあ、5、6センチは必ず、まあ、自分の本当に態度で着ることによって自分の体型に合ってくる、うん、だからこれあれ見たよ、買ったら2週間ぐらい寝るときも着てた方がいい。そうですね、風呂入るときはずっと着ていれば。そうですね、そうですね。これ全部革の種類は一緒ですか。全部あのシリーズによってなんですけど、うん、これだとあのイタリアンショルダーっていう、下地がイタリアのショルダーっていうのは、あの肩のとこだけを使ってる革ですね。なんでこういうふうにあのトラっていうんですけど、うん、このシワがこの首のところが寄ってるのが特徴、うん、だからちょっとつるっとはしてない感じなんですけど、まあ、着込んでくると結構ツヤも出て柔らかくなってくる感じですね。この辺がイタリーショルダーのシリーズ。どれがいいのかちょっとね、迷うよね。シングル、ダブル、やっぱ、あ、これボタンのタイプ、これはシャツなんですね。そうですね、ちょっとデニムシャツっぽい形も。へー、シャツ、まあ、さらっと、ちょっと着てみたいな、これ、ね、シャツ、ちょっといいですか、着てみて、シャツって、ね、あー、かっこいいじゃん、これも。かっこいいね。サイズも
バッチリですね。あ、かっこいいじゃん。めっちゃかっこいいじゃん、これね。あ、いいじゃん。これめっちゃかっこよくない？めちゃくちゃかっこいい。かっこいいね。あ、いいっすね。これバイク乗るの さらっと切るにはいいっすね。そうだな、革ジャンと思ったけど、これもいやいや、いや、今夏に向かっていくからさ、いや、冬に向かっていくんだったら革ジャン。そうですね。かっこいいじゃん。なかなかいい値段だね。革ジャンが25ぐらいですか？そうですね、大体20から25で。こちらはおいくらですか？19万円。これめっちゃかっこよくない？かっこいいっすね。ちょっと今までのちょっと見たことなくない？そうですね。こんなこれで歩いてたらあの人何者だと思うし、ね、絶対思うし、ちょっとこれ、いやこれでサングラスしたら絶対あいつ何者だって思うし、もうただもんじゃないでしょこれで歩いてたら。いやただもんじゃないでしょ。その空気出るよね。出ます。出るよね。かっかっこいいな、あの人みたいな。出てますね。出てるよね。オーラが半端ないですよね。これ、このシャツかっけえな。マサさんとレザーとさらにサングラスってこの親和性が相性が良すぎて。いや、これでハーレーです。最高じゃん。めっちゃかっこいいじゃん。ライダース買おうと思ってたけど。まあ、とりあえずライダース買おうと思ってた。これとライダース2着、なかなか値段あるからね。あの、バックラッシュさんだと、どの形がこう人気のモデルだったりするんですか？この形があれですね、まあ、ベーシックな感じなんですけど、うん、でダブル、シングルよりダブルの方が、ちょっと風が入ってきますね、このシングルだと。でダブルの方がガッと締めた時には、この風が入ってこない感じなんで、うん、バイクの時は、結構このダブルの形をおすすめしてますね。あとまあシンプルなタイプだとまあこういう風な感じもあるんですけど、でこれがあの日本のあのショルダーレザーっていう感じで、これもこういう風にあのトラって言うんですけど、脂肪が立ってる感じで、でまあ舐めし方が違うんで結構最初からあの柔らかさはあるので、着やすいは着やすいですね。まあ、タイト感はもうビタッとした感じで、これが日本のカーフの方です。何のカーフ？あのジャパンカーフで子牛の皮ですね。ちょっとね似てるようで、そうですね、ちょっと艶感と色目がやっぱりここは入ってきてますね。ストーンズの50周年の時にあのキース・リチャーズが来てもらったモデルでもあって、バックラッシュですか？そうですね。ローリングストーンズ来てる。レニー・クラビッツもこの。レニー・クラビッツも来てるんですか？だから結構ミュージシャンの方とか、うん、この形に好まれる。なるほど。すごいビッグネームが。ビッグネームだね。でも次はあれ、マサトのモデルが欲しいなるから。確かに。なるほど。でも、キースはパープルだったんですよ。パープル？ええ。で、パープルやってまして、その時して。あのレニーはグリーン。まあでもやっぱね、最初は 黒からね。そうですね。じゃあ着てみようか。これあでも柔らかいんだな。意外に。そうですね。柔らかいですね、はい、これ。かっけえなこれ。かっこいいっすね。これちょっと普通の革ジャンよりこの丈がなちょっと長めなんですね。長めにしてますね。かっこいいなこれ。袖丈もこういう風にシマが出てくるので、はいはい、ほんとちょうどいい感じですね。かっこいいじゃんこれ。これめちゃくちゃかっこよくない？めちゃくちゃかっこいい。どう？かっこいいですね。かっこいいよね。いやここがさ、だいたい普通このぐらいなんですけど、ね、ちょっとこ7、8センチくらい長いの、うん、これ多分この長さが多分ちょっとセクシーに見える。そうですね。ですからちょっとあの細く長い雰囲気で、あ縦長に見えるわけですね、そうするとスタイルもよく見えて、そうなんですね。だからバストとウエストの差を13センチぐらい
差をつけてるんで、あかなりこうグッと結構揺れてますね、はいはいはい、いやでもそれ僕の体型ですよ。ですね、僕脅威110のウエスト79号なんで30センチくらい違うんで。後ろからのカットも結構えぐってるんで、よりウエストがギュッと締まった雰囲気には見せてますね。なるほど、これはかっこいいね。マサさんの逆三角形際立ってる、うん、逆三角形際立ってますね。あ、いいじゃん、これあまりがないんですよね。でも伸びるわけですね。伸びます、伸びます、必ず伸びるんで。で、これ腕がすごい細く見える、見えますね、うん、そうですね。だからこう余計こう綺麗に見えるんだな。背中もかっこいいですね。結構バーンと、切り替えなく一枚でバッといってるんで、雰囲気は革の良さが出てる。かっこいい、これ。これがいいんじゃない？サイズも、ね、最初はちょっとタイトですけど、必ず伸びるんで。これを着て寝ればいいわけですよ。風呂入るとき以外は。でもそんなにきつい感じしないですよ。ああ、そこまで。最初から緩いんじゃちょっとあれですもんね。そうですね。どうせくるともっと自分の体型に馴染んでくる。ああ、イタリーショルダーの。ああ、全然感じ違うんだ。ちょっと骨太な革ですね。はい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 、ああ、まあこれはこれでかっこいいな。この鏡よく見えたりする。これはこれでかっこよくない？いいっすね、シングルも。ね。シングルもいいね。モデルがいいからか。どっち？だからフロントは逆にちょっと短めで、そうなんですね、後ろがちょっと長い。なんでちょっとまあ自分みたいなバイクだと前傾だとやっぱこう出ちゃうじゃないですか。なんでちょっと後ろを長くしてる感じですね。そういうことか。あ、でも僕も結構前傾ですからね。そうですね、そこまで考えない。これもいいね。キュートどれもいいね。でもやっぱさっきのやつの方がこうその腰の首で上詰まりが、そうですね、これは そこまでは入れてないですね。そうですね、やっぱどっちがかっこいいよ。そうですね、さっきのまダブルめっちゃ、うん、あのダブルそうよかったよね、うん、ダブルよかったよ。これめっちゃかっこいいじゃん、これ。いや、かっこいいですね。ね、これじゃない？ちょっとまたファッションショーしようか。サングラスしてね、サングラスするの好きだからね。どうこの感じ？いや、オーラやばいっすね。いいんじゃないの。やだ、これ北斗の件の案件来ちゃうぞ。さっきの僕、マサさん今日着てた最初のあの茶色もすごいかっこいいなと思ったんですよ、はいはいはい、そうですね、締まりますよね。いや、これでハーレー、うん、超似合っちゃう、うん、雰囲気はすごいですよね、はい、やばいな。片山さん、ツーリング行きましょう。いや、バイク用意します。もうじゃあ僕これで、これください。これもうお買い上げで、うん、これ買えますよ。これかっこいいもん。じゃあ今回はあのレザーのシャツの方は、シャツはまた欲しいけどね。でもまた多分暑くなったら買いに来ちゃうよ。、うん、今日はこれで、はい、ああシャツもめっちゃかっこよかったけどね。ちなみに上にはすごいなんだよ。上にはクロコとか。そうなんですか。ハイライン、まあ、オーダーで作ってもらう感じ。ちょっと見てみる。クロコだよ、クロコ、クロコね、クロコ。ちなみに片山さん、これおいくら万円ですか？これで330万円。330万円、すごい。はい。
330万円って言ったらバイクと同じ値段じゃん。ブレークアウトの値段じゃん。で、まあ、パーツも全部シルバー925で。ちょっとだけ言っていいですか。いや、もちろんです。このシャツみたいな。あ、シャツ。すごいね、これ。黒子ですよね。そうです。ワニ。すごいね、これ。これもオーラが。これもかっこいいですね。めちゃくちゃかっこいい。買ってくれ。これはおいくらなんですか。これが360万。360万。今年もマサトチャンネル頑張らないとダメです。そうですね。後ろもバンと360万になって。こっちもマサさんめっちゃ似合ってます。いや、かっこいい。かっこいいけど300万高いな。いやでもまず最初はこの革ジャンガシガシいった方がいいよ。なるほど。ね、かっこいいけどね。いろいろ欲しくなるね。いろいろ欲しくなるけどやっぱりじゃあこれでいこうかな。今日の獲物はこれで。はい。これあれですもんね、また他にもまたまず新たな革ジャンが欲しくなった。そうだね、あの革のシャツも良かったね。あれやっぱ暑くなるとやっぱりちょっと革ジャンで暑いじゃん。あのシャツくらいがちょうどいいんじゃん。でもやっぱバイカーはやっぱ一着はこれ持っとかないと。そうです ね、はい、釣りシーズンは着れる感じ、ね、夏以外、そうですね、夏以外、秋、冬、春、今日ちょうどいいよ。今日ちょっと寒いから。じゃあ、これ着て帰ろう。お買い上げして、はい、着て帰っちゃいます。お買い上げして、ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ、お願いします。はい。はい、ということでね、今日ね、買った革ジャンでね、ちょっと早速、ツーリング行ってきますわ。まだまだのツーリングですよ、僕は。じゃあね、もうついてこないでね。ありがとうございました。